ボータンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。難易度上級で、リスタートなしのクリアを目指します。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。動画は倍速です。韓国艦をどう攻めるか、脅威と加工派で意見が分かれます。脅威は、採策を用いるで、加工派が義兵を装うです。みんなの意見を聞きます。意外と、加工派の意見が人気です。一旦セーブ。セーブしたところから再開。前回の戦いで入手した宝天瓦礫を趙雲に装備。趙雲が装備していた蚩尤双剣を加工派が装備。今回は、二の儀兵を装い、城門を開けるを選びます。理由は、儀兵を選ぶと、戦利品で点検を入手できるからです。今回は、15人のフルメンバーの出陣。3番目の出陣者に王兵を選びます。あとは、並び、順通りの出陣で OK です。加工派の儀兵を装う作戦が見事成功。勝利条件は、北の砦を占領するか、司馬将を倒すかのどちらかです。当該と紹介都市、馬将以外はジャコブ将です。このマップの戦利品は東南にあります。周りの地形と同じ色なのでカメレオンのように見つけにくいです。3番目に王兵を出陣させると、席の入り口前に布陣できて、1ターン目から放射体の攻撃が可能になります。王兵の攻撃で4部隊が混乱、ナイス。諸葛亮は、東の宝物庫を目指します。それ以外のメンバーは、関の入り口を目指します。脅威で、観光の攻撃を上げ、観光は敵を攻撃。寛平は、大火流で敵を複数攻撃。倒すつもりはなかったのですが、一部隊倒してしまいました。寛平の大火流で耐久が減った敵を加工派が撃破。軍師で耐久を削って、武闘派の武将が倒すのが理想です。敵の歩兵は、大補給を使い耐久を回復します。
軍師は基本的に回復で経験値稼ぎ。脅威が猛角の攻撃を上げます。観察が歩兵を撃破。観光も歩兵を撃破。猛角は必殺を出すも弓を倒せず。過去歯が弓を撃破しレベルアップ。馬体が放射体を撃破。突いた砦に両下を移動し、武闘家を攻撃。過去派はレベルが低いので、狙われますね。裏切り者だから狙われるわけではないと思いたい。また過去派が狙われる。超運が混乱。脅威が超運の混乱を直します。方天画戟を装備した趙雲が、歩兵を2回攻撃で撃破。方天画戟は、攻撃速度がプラス2なので、連続攻撃が出やすい。諸葛戦のレベルが43になり、大豪華を覚えました。突いた砦に波長砲を移動し、武闘家を攻撃。加工派が、豪華で武闘家を撃破。猛角は回復で経験値稼ぎ。観察画館に侵入したところで、敵の援軍が登場。席の東西に3部隊ずつ現れました。王兵の混乱攻撃で2部隊が混乱。やっぱり狙われる加工派。諸葛亮が移転剣を入手。移転の剣は攻撃力が高く、必ず命中する最強の剣です。
観光が放射体を撃破。趙雲は2回攻撃、さすがの方天画撃。過去母長鳳の攻撃を上げます。京忠も長鳳の攻撃を上げます。長鳳が武闘家を撃破。長鳳の攻撃は288まで上がってます。馬体が弓を撃破。両家は混乱。戦利品を入手した諸葛亮は前線に向かいます。孟獲が蒋介と隣接すると一騎打ち。孟獲は前回の戦いでも蒋介に一騎打ちで勝ってます。敵将はどこだ。この私が相手になろう。なぜか蒋介キラーですね。脅威は両家の混乱を直します。ちなみに脅威が西にいる当該と隣接すると一騎打ちですが、引き分けで二人とも退却します。レベルが上がらず脅威が使えなくなるので注意しましょう。王兵の攻撃で一部隊が混乱。両家が弓を撃破、混乱のお返しです。趙雲が2回攻撃で放射体を撃破。敵の策略は混乱以外は気にしなくていいです。王兵の攻撃で一部隊が混乱。ナイス。
行が武闘家を撃破。猛角は回復で経験値稼ぎ。涼花が長弓を撃破。長弓が放射体を撃破。脅威は、回復で経験値稼ぎでレベルアップ。観光が続兵を撃破。趙雲と義援と馬隊が削り役で、それ以外の武将で敵を倒すようにしてます。長方が弓を撃破。趙雲が、二回攻撃で、が、クリーンを撃破。方天画撃が強すぎる。席の入り口付近の敵は全滅しました。奥に進んでいきます。脅威は、当該と一騎打ちにならないように東へ移動。残りの部隊は東西に偏らないように二つに分けて進みます。観察が混乱。趙雲が、二回攻撃が、当該に決まる。加工派は、観察の混乱を直します。馬隊が当該を撃破。観察で倒したかったですが仕方なし。脅威が、席の中段に進むと、東西に敵の援軍が出現。こんな感じで、部隊のバランスを考え、
東西に分かれて進軍します。敵の援軍の東はトラ使い3体なので混乱攻撃が厄介です。まずは味方の混乱を直します。猛角は回復で経験値稼ぎ。超運の2回攻撃で超高を攻撃。母長宝の攻撃を上げます。長宝が長宝を撃破。西の援軍は戦車隊が2体残ってます。これは余裕です。王兵が虎使いを撃破。諸葛戦が大豪華で虎使いを撃破。猛角で虎使いを攻撃も倒せず。南蛮騎兵は虎使いに強いとかあったら面白いのですが。両家が虎使いを撃破。これで東の援軍は全滅。超運の2回攻撃が強すぎる。2回攻撃は2回分の経験値が入るのでしょうか。加工派で戦車隊を倒したかったですが残念。探索が戦車隊を撃破。西の援軍は戦車隊が1部隊だけです。超運と馬隊が削り、情報が戦車隊を撃破。加工派は回復で経験値稼ぎ。あとは死、馬将を目指して進軍します。
脅威は、観光の攻撃を上げます。脅威は、再度観光の攻撃を上げます。観光が、レベル50に、嬉しいです。両家が放射体を撃破。これで残る橋場のみです。ここで、痛恨のミスをします。観察をし場所に隣接すると、一騎打ちで勝利するのですが、観察をし、場所の右の砦に移動すると、砦を、占領の勝利条件が優先されます。観察とし、場所の一騎打ちを見たかったのですが残念。他の砦を占領するか、し、場所を一騎打ちで倒すと、生存者に、経験値45のボーナスが入ります。砦を、占領で経験値ボーナスもなければ、さすがに最初からやり直しますが、観察の一騎打ちだけならやり直しが大変なので諦めます。函谷関を占領したことで洛陽が見えてきました。芝居、待ってろ。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。